水沢競馬の東北優勝、岩手ダービーの巻、馬トーク今回の馬トークは6月の13日、日曜日の水沢競馬場のダービーシリーズ第3弾になりますね。東北優勝の岩手ダービー、ダートの2000メートルです。夜の6時15分発送ですから、6時までには買ってください。まあ一強ですけれども、まあ、史上一番短い動画になるかもしれませんが、行きましょうか。 では、東北優秀、岩手ダービー、水沢競馬場、ダート2000メートル、6時15分発送ですね。実績とヘッドライン、岩手ダービー予想、いきます。まずは、龍の信玄、一強もう中断チェリーですね。坂口騎手、全11戦9勝、すべて馬券内来てます、今まで。3着2回は森岡競馬、水沢では5戦5勝ですね。水沢1冠目のダイヤモンドカップを優勝して、これで2冠目を目指すと。で、ベニスビーチ。 全16戦3勝。9回馬券内来てます。で、1200、1400、1600で勝利してると。で、前,前走は水沢1402着。前走水沢1604着と。まあ、今回2000メートルですから。まあ、全部の馬初めての2000メートル体験ですけど、貯、まあ、めていければ、こう、吉田まんまみやさんの馬ですから、まんまみやのように差し切ってほしいなと。村上騎手ですね。 で、ゴールデンヒーラー、山本騎手、全9005勝、馬券内8回来てます。水沢は4003勝、水沢ダイヤモンドカップ、これ2着馬です。これも距離はね、もちろん初めてですけど、これが差し切るか粘るか。まあ足的にはもう断然、流の神経ですけどね。で、次はグランフォローミー、鈴木騎手ですね。全10戦1勝しかしてませんが、馬券内6回来てます。と。 で、水沢4戦して3回化けない。しかし、竜の信玄に4回戦って、4回撃沈してると。もう1回ついていこうかな、ってまあ逆転は厳しいかもしれませんね。まあ水沢は2着、2回あると。で、3A マジック、全10戦2勝、化けない8回。水沢8戦四4回化けない。半分来てます。で、水沢のダイヤモンドカップ3着で、前走も3着ですが、これに勝って、 佐野が次のロブストフィジークこれが狙い目ですよ。水沢は7回走って2回バケン内来てると。で、水沢の A クラス、ダイヤモンドカップの3着馬、この 3A マジックを差し切ったと。これはちょっとまだ戦ってませんから、竜の信玄と勝負してくれたらと思います。では、岩手ダービーのヘッドライン。竜の信玄の対抗は、3着馬を差し切ったロブストフィジークだと。 これダイヤモンドカップのことですね。これロブストフィジーク。まだ龍の信玄と戦ってないから。いいかもしれないですよ。水沢2000メートル。勝率1位は村上忍機種。4307。これベニスビーチですね。期待できそう。しかし、馬番3番は3着内にないと。データ上ね。000。まあ15回しかありませんから。水沢競馬場の2000メートルは。で、相性いいのは馬番6番。これ龍の信玄ですよ。 で、4番、10番、9番と。これ2勝ずつ。あと2番とかもしてますけれど。まあ、勝率いい。副勝率、連帯率合わせて4、9がいいと。で、水沢2000メートルのレコード馬、ハドソン・フォーネットの騎手は山本正樹だったと。これゴールデンヒーラー乗ってますからね。これ勝ち方知ってるんじゃないかと。で、帯狙いの副勝率1。10番、9番、4番のワイドから行ってみようかなと。まあ、6番も入れた方がいいですけどね。 では、岩手ダービー、たつきの予想いきます。石川ダービー、日本ダービーと。で、兵庫ダービーまで完璧に取りましたから。まあ、東京ダービーだけね、3連複まあ、ちょっとね、外しましたけれども。4戦3勝でございます。さあ、岩手ダービーいきます。本命は、竜の信玄。これはもうしょうがないですよね。で、対抗に今回は7番。やはり、ダイヤモンドカップ3着馬を倒したロブストフィジークでいきます。東文法さん。 この方、中国から来られて、もうずっとね、2年目で新人ジョッキー賞ももらってますから、やっぱり賞金が1000万となると、頑張ってほしいですね。で、ターナナ9番、ゴールデンヒーラー、山本正樹集。やっぱりこれ、レコードジョッキーですからね、ここの。で、レンアナは5番、グランフォロミー。フォロミーですよ。鈴木さん。で、タスキングマークはやはり3番。まあ、3番のデータは悪いですけど、村上さんが勝率1位ですから。 やっぱり吉田さんのま、応援したい。ベニスビーチですね。で、穴には2番、サインエーマジック。ここは高橋優さん。この2000メートル水沢でも勝率、レンタリストも12.5%ですから。まあ、一発あるかもしれないですね。で、爆穴。爆穴というか、これ逃げ馬ですからね。これ逃げ切ったらやらいことですから。4番、ファッベラでいきます。菅原さんで。これでいきたいと思います。では、サクッとやってきましたが、岩手ラービー、グッドラックです。 うまトークチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。今週もありがとうございました。じゃあねバイバイ。